するしない。なおやトッポの至極の一曲よっ言えって。え、一緒に言えって。そこえ、なんかもういいかな。まだ2回目だからまだ2回目なのに言わないから。いね、ほらやっぱりヒーローもので言っても緑よりも青のが主役に近いじゃん。まあまあそれならいいけど、うん、いいこと言って、それはまあ任せるね。さあ、ということで、はい、第2回が始まりましたね、はい。まあこの至極の一曲というテーマでやらせていただいてて、はい、まあ簡単に今もう配信がね、いろいろ多い中でいろんな選手たちのいいところを2人でね、掘り下げていければという企画で今回やらせていただきます。さあ、それでは第2弾のテーマは、はい、今日のテーマこちらです。富の神回避、その二巡に価値がある。イエーイ、いい声で言ったぜ。こんな声出したことない。いや、たまに出してる。たまにということでね、はい、今回は、日本プロ麻雀協会の富プロにの、はい、神回避というテーマでやらせていただくんですけども、まあ実際にこれ画像でね、うん、配信のところで見ていただければ分かりやすいかなと思いますので、早速再生していきたいと思います。はい。さあ、ということでね、この、はい、今回はこのシンデレラリーグですね、マージャンシンデレラリーグの予選第2節 B ブロックの2択の放送の、はい、名前出てますけど、実況うちのボス、ボスですね。で、あのジャオを2連覇して決めてしまうのと、ちょっと、はい、ちょっと待ってくださいね。こうも。こうので切れちゃってるぜ。こうの、これ、直哉です。僕です。な、こうの。こうの、こうの、だけじゃない。こうの、直哉。僕をね、実際、これ解説させていただいて、で、どかなくていい。どこで、どうやって見れるのよ。と、僕が解説させていただいた、はい、4月に、先日ね、4月に、シンデレラリーグ、無事に山本ひかるプロがね、優勝、第2期シンデレラリーグ優勝が山本ひかるプロだったんですが、その、シンデレラリーグの予選で見せた、はい、富選手の神回避というところで、じゃあちょっと再生していきます。今日ね、当分ね、当分行きそう、ね、対局者は、塚田美希、樋口遥か、水谷葵、君、いうね、このシンデレラリーグは、ね、まだまだね、日の目を浴びてない選手たち、はい、浴びてません、結構浴びてるか。浴びてるけど、まだこれからもっともっと伸びしろがたくさんあるんじゃないかっていう選手たち、ね、そう、選手たちのシンデレラストーリーを描くための選手たちを集めたこのリーグ戦となっていますね。これトロフィー、ガラスの靴だったんですよね。そう、ガラスの靴で僕も履きたいですね、本当。全然履けない。割れる足のサイズが全然、はい、なんなら僕も履けないぐらい小さかったぐらいだったんですけどね。なるほど。じゃあ来年はね、僕らも履けるサイズを作ってもらいましょうね、うん、でもなんか来年出たいぐらいですよね、はい、そうですね。これぜひ男版もやって衣装一緒に選びに行きましょう。そうしましょう、はい、あ、でもメルカリでいけるかな。さあ、でね、このシンデレラリーグなんですが、今回で第2期を迎えまして、はい、トミーは、前回も、ね、第1期の時にも出てて、うん、第1期の時も僕も解説させていただいたんですが、その時からね、この第2期もまあ結構成長しているなと、うんうん、特にね、その守備の繊細さだったり、それが光ってきてるなと思ってた矢先のこの1曲だったので、ぜひ皆様で見ていただければなと思いますね。まずね、これ形的に結構力対手なんですよね。ドラゴンローマンで赤ウーソンを1枚使えれば結構勝負強いんです。で、ここで樋口からもういきなり先制位置が入るんですよね。ドラゴンローマンで6球まで行っちゃう。トミさんは、このハンちゃんが3回戦で、はい、今トータルが2着目なんですね。トータルはあのトータルポイントが2番手 で、このハンちゃんは3着目だと、はい、でこのハンちゃんで連帯するとまあ結構有利な位置になって、最終戦を迎えられますよっていうことなんで、まあ普通に考えると結構上がりたいなこれっていう局面ですよね。そうなんですよ、上がりたい。ここで1回上がっちゃえばかなりいいじゃないですか、うん、ね、もう上がりたいっていうところに、はい、さあ今止めましたけど、はい、ドラのローマを持ってきて、はいはい、安全牌も1枚もない状況ですよ。ツモって言っちゃいますか。もうごつもしちゃいますツモ。全然だけど、ね、2004戦っていうぐらいのこの手なんですが、うん、さあこれ皆さんは何を切りますか。今リーチしてる樋口さんに通ってるのがチュン、シャー、キューピン、キューソーイス、端っこと地雷ばっかりです、ね、そう。あとパーマン、断然牌ないじゃないですか、はい、何にもないですね。今すぐ行きたいじゃないですか、うん、なんでまあ僕はね、うんうん、9万切るんですよ、はいはい、まあ、9万切りたいです。 E 万がもちろん起こってもパソコン起こっても使いたいですし、あの巷でクマンバチって呼ばれる9万ね。そうあ、9万だからね、はい、すごい難しいこと言ってきたぜ、ね、そう、この9万切りたいんですけど、はい、これよくよく考えて、うん、トミが切った打牌がこちらなんですよね。10万
危なくない、危ない、これ危ない、これは見たことない、大丈夫、ピーマン、なるほど、見ました。で、見てください、うん、キーマン当たりなんですよ。あら、まあ、実際ね、あの裏ドラ見えてないですけど、まだあのキーマンで本中になってるところ、うんうん、このイーマンの何がすごいと、うん、最初のテーマで言ったんですけど、その二重に価値が、うん、キューマンを切るのってものすごく簡単なんですよね、うんうん、でイーマン起こったり、ただこの手、今ね、一個戻しますね、うん、じゃあそう、今ローマン持ってきたんですけど、この手、キューマン切るのは非常に簡単なんです。休み打ちっていうのももちろんありますし、はいはい、ただこれ攻めるにしても、やっぱりこのイーマンって都民の中ではかなりいらない範囲になったのが、まず切る範囲の要因として一つだと思うんですね、うんうん、それと守備をするにあたって大事なのって、うん、やっぱり次に切る牌がなくなることって非常に、どっちにしてもまた無筋を切らなきゃいけない、9万切ったとしても次まだ無筋しかなかったらここから選ばなきゃいけないっていうのよりも、二巡しのげる E マンを選べるっていう、このドイツで E マンで選べるっていうのがものすごくすごい価値がある位置だなと思って、でこの E マンって端っこの牌じゃないですか、はい、これを選べる凄さっていうところが、今からドップさんが説明するんで聞いててください、ね。おお、出た、丸投げ。これね、まあ、もちろん、さっき、なるほど言ってた、E マン、E マンを切ることで二巡しのげる。これはものすごくやっぱり、うん、大きな要素です。っていうのも、まあ、当たり前の話なんですけど、一巡の間に自分以外3人が打敗してくれるんですよね。うん、リーチしてる人も、まあ、上がり牌じゃなければ切るし、水谷さんと塚田さんも、まあ、なんかね、引いたら切らなきゃいけないんですよね、うん、で、今樋口さんの皮って候補がほとんどないんですよね、うん、何切ったらええねんっていう皮をしてるので、もちろん水谷さんも塚田さんも切るものには苦労するはずなんですよね、うん、そうするとこの間に自分が持ってて、なおかつ切りやすい牌を他の人が切ってくれるかもしれないですよね、うん、でその猶予が欲しいっていう意味で、まあもちろん一巡しのげる価値も大きいんですけど、二巡しのげるとね、その可能性が2倍になるので、うん、そうやっぱりこういう何も持ってなくて、いやもうさあどうするべっていう時は二巡しのげる牌、まあ、もしくはあんこがあればあんこで持ってる牌なんかを切るっていうのも一つ戦略の一つですね、うん、そうですよね。でもう一つこの E マンを切ることに関しては、安全度の面でも一個有利な点がありまして、まあマージャン牌って当たる形って、例えば両面、それからカンチャン、ペンチャン、シャンポン、短期、この5種類の町があるんですけど、このどのパターンで当たりやすいのかっていうのを、じゃあどの牌が安全だろうっていうのを考えるときに考慮することが多いんですけど、イーマンって2枚持ってるんですよね。2枚持ってるっていうことは他の人が2枚すでに持ってる可能性が低いんですよ、うん、そうするとシャンポンに当たる可能性は若干低くなると。ドイツで持ってるから、ね、そうですね。なので二重しのげるっていうこととシャンポンには当たりにくいっていうこと、まあ、その2つの意味からこのイーマンっていうのは、まあ、非常に守備的にも大きな意味を持ちますよね。なおかつ自分の手単ヤオなんで、見た目がね、で結局多分トミーさんも上がりたいんですよこの手牌。そうですよね、うん、行きたい時っていうのもまた一つのね、そうすごいとこなんですよ。まあもちろんラス目からのリーチなんで放銃はしたくないんですけど、この順目でドラドラで、まあ、例えば次の順目に老僧なんか引いたりしたら、もうこれは戦争ですよ。来た、全面戦争で来たぜじゃないですか。そう、もうね、待っとけよと、私今から行くからね、うん、もうって言いたくなるぐらいの手配になるんで、もう完全にやめたくはないんですよねこの順目で、うん、なんだけどイーマンを持ってても、そのイーマンを切ってもその未来って迎えられるんですよね。いずれにせよどこかのタイミングで対応にするんだったら出ていきそうな牌なんで、まあ、そういう手牌の価値としても E マンは低いです、二巡しのげます、なおかつシャンポンには当たりづらいです。この3つの要素があってトミさんは E マンを選んだんじゃないかなと思う次第でございます、うん、完璧でございます。いかがでしょうか。完璧でございます、ね、ありがとうございます。本当に9万と E マンの比較だと思うんですね、これで切るのは。ただ9万を切るのも E マンを切るのも確定だと、この手では確定だとしても、やっぱりこの二巡で何か変わるかもしれないっていう
丁寧さですよね、うんうん、この局に対して降りるとりあえず攻めるにしても D マンの二重しのぐ9枚1枚切ってまた選ぶのよりも D マンはどうせいらない範囲だからっていうのを使っていける、この丁寧さがこの僕が取り上げたいなと思った一つの要因なんですよね。でこれ E マン中盤が今これ E マン選ぶじゃないですか、これは大先輩ないんで、おい今切りました、まだ全然押したいよね、うん、表いやこれねすごいよ、むしろこれもリーチが見えないです、見えないぐらいじゃないですか、いやそれだよそれで選ぶ、でもこれね親の塚田もねかなり手が入って、あらこのジャンバンはムムムってなりますね、ムムムですよね、あなたいらっしゃるのかしらって、あんな数秒で判断できますか、それがすごい、はい塚田親のテンパイリーチ来ましたよ、降りるね、この二軒リーチになると今度とにかく行きづらい範囲、行きづらくなりますよね、もうね何もしたくない、何もしたくない、はい、ただこれが行きづらくなった、まあ、今回はたまたまね今が塚田も現物だったからなんですけど、この今を切っといたおかげで、本来でこの今が塚田に通ってなかった時には塚田にも報酬リスクがあるんですが、これをもう降りを選択できるようになっていると、この二巡で攻めるか行くか降りるかっていう場面でのしっかり降りを選べるようなこのね地層抜きもできます、この手だったら向かえませんよっていうのが僕が麻雀をしてる中で一番結構大事にしてるのが丁寧さなんですよね、ラフに麻雀打たないっていうのがこの富が成長したなと僕見てた中で成長したし、すごい神回避というかちゃんと降りる曲が降りて攻める曲が攻めるっていうメリハリができてる一曲だったなと思って、で結局これ最後まで降り切るんです、結局結果としてはねもうすぐですかね、これの塚田が妻を積もり上げるんですよね、先に言っちゃうシステムですけど、まだ2枚いますか、まあね、そう僕も解説させていただいてたんで、あれですね、推理小説とかを書に書くときに犯人書いてから渡すタイプですね、わかる、えダメでしょそれやっちゃう、いやよくやっちゃうのよ本当に、え犯人は休みたいな、先にドラマ見てたりするじゃん、うんうん、で、ね、嫁がさ、あの人から見るじゃない、で、あこれこうだったんだよねとか言いながら見ちゃう、ダメ絶対にダメだからお前とは一生一緒に見たくないって言われるの、それと一緒、先にね、どうしようこれ見てるから早く先に、でも自分も結果先に知りたい派だから、はいはいはい、先に知ったを見たいから、うんうん、だからみんなそうなのかなと思ったけど、塚田がね、今これ2万積もるから、先にダメだよね、ダメ、ダメ、それダメ、見たいですもんね、はい、ね、え、どうなるんだろうって、やっぱこうドキドキハラハラしながら見るのも麻雀の醍醐味の一つだと思うので、それを言っちゃおしまいですよね、はい、そういうことですね、あー、勉強なく、あー、そうだ、これ2万積もるんですよ、おー、積もりましたね、ね、先に言っちゃったけど、はい、うん、そういうのこれから気をつけましょうね、それ気をつけます、ということでね、今回この至極の一曲にこのトミの神回避を選ばせていただきましたね、はい、動画見てる時には触れなかったんですけど、うん、対1人と対2人って全然こう押したり降りたりっていうその基準が変わってくるんですよね、二軒リーチになった時ってことですよね、やっぱり2人テンパイしてて私2シャンテンですってもう基本的に圧倒的にもうやめたい局面の方が多いんですよね、うん、そうで、まあ、例えばあのドラドラの手配だと2人とも情報少ないじゃないですか、うん、そうまだ行きたいなって思っちゃってもおかしくはないと思うんですよ、おかしくない全然、そうでもそこがちゃんとあもうこれ無理無理って判断できてるところもやっぱり素晴らしいですよね、そうそこだよね、うん、やっぱ押し引きバランスっていうんですかね、ここは行く、ここはダメっていうのはしっかりできてるっていうのがね、その一番良くないのは降りたいんだけどなかなかその何を選んでいいのかわからない中でいやわかんないって切っちゃって報酬するパターンが一番良くないと思うんですよね、うん、そうね、そうなので、まあ、今回トミさんがやったみたいに情報がない中でもじゃあ何を切るのが一番マシなんだろうっていうのをちゃんと基準を決めてで、ちゃんとそれに対応して自分の上がりの可能性もちゃんと見積もった上でベタ折りができる、うん、まあ、こういった選択ができるようになるとやっぱり麻雀が一歩また楽しくなるのかなというふうに思いますね、素晴らしいまとめでしたね、よく言われる、言いたかったこと全部言われましたね、すいませんね、合わないですね、いいの言ってもらって全然大丈夫だから合わないねということで、はい、これからもチャンネル登録高評価よろしくお願いします。